はい、こんにちは。まえチャンネルまえです。お待たせしました。ついに、まえチャンネル初の、ムール貝が開催されます。イエーイ。で、ムール貝って何？やめとくか、こういうお茶だけは。はい、お待たせしました。まえチャンネル初のオフ会を開催することになりました。イエーイ。イエーイ。いや、初めてのね、オフ会なんでちょっと緊張気味なんですけれども、早速日時をご報告させていただきますね。2018年11月24日、土曜日ね、の15時半から17時までですね。場所は、東洋町体育館というところでございますね。はい大丈夫、フットサルクラブ東京っていうところでね、それの東洋町体育館っていうところでございます。かくちゃ聞いた話だから閉じましょうか。はい、そこで1時間半お迎えしたいなと思います。実際はね、3時から5時まで借りてて、うちらはちょっと早めに30分ね、用意しなきゃいけないんでね。はい、なので1時間半、それで体育館なので、土足厳禁ですね。はい、はい、靴のまま入ってきちゃいけませんので、体育館の中に入るときに、スリッパとかに履き替えていただく必要がありますので、スリッパ持ってきてください。はい、はい、一応ね、体育館自体は冷暖房完備なので、もし寒くなったりしたら、もし雨風あったとしても大丈夫かなと思いますね。それで体育館の入り口は結構狭いみたいなんで、ね、体育館の、ね、横から入れるようにねしてくださるんだって。あ、ブルーシート敷いてね、そこでね、靴の履き替えやってくださいっていう風に体育館側の方がおっしゃってくれたんで、確かに本当ありがたいね。なんでそういう風に体育館の横から入るようになりますね。で、まだちょっと僕らも現地行ってないんでわかんないんだけど、ちょっと来週中に僕行ってみて、実際場所に、でどういう風に東洋町の駅から行くのかとか、動画撮ってですね、お知らせしたいと思いますので、それはこの説明概要欄の方にリンク貼っときますので、実際来られる方それを参考にしてみてください。しかもね、マーティーが来られない、ね、あ、そうそう、体育館なのでマーティーはちょっと来られないですね。なんかの配信かなんかでマーティー君連れて行きたいなって言ってたんだけど、体育館はちょっとダメということなんで、今回マーティー君不参加でごめんなさい。また何かの機会でね。そうだね。そう、それでオフ会なんだけど、何をやればいいかなっていう。何すればいいんだろう、ね、そう、一応ね、考えてるのはビンゴ大会。最初ね、列になってもらって、で、皆さんとこう交流するじゃない、そのタイミングでビンゴカードを渡してくださいそれで、でも1回ぐらいしか遊んだことないおもちゃいっぱいあんじゃん。それをビンゴ体験で皆さんにドーンとあげちゃうってのはどうですか。もう本当に1回しか遊んでないのがいっぱいあるよ。いっぱいあるからね。あとは当日ね、動画撮れたらいいなと思ってますんで、明日のちょいライブの時に、何やるか、何やればいいかちょっと相談させてくださいませ。はい、はい、ということで2018年11月24日の、マイチャンネルオフ会、ぜひ皆さんお越しになってみてください。はい、楽しみにしてます。皆さんとお会いするのね、はい、一応マイティ缶バッジを持っていくつもり、あと何か、マイティグッズ作れたらその時間に合えば持ってきます。はい、はいはい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、オフ会行きたいと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。